深い霧が立ち込めています。視界はおぼつかない状況です。押して出るぞ、押し出せ。長蛇の列という3列渋滞で行軍を始めました。現在側へ崩すな、押し出せ、止まれ。武将隊急げ。本大将、この辺りで棒冷やを一発突っ込みますか。筒用意、棒冷や用意。前で安地上げ。今棒冷やという火縄銃の先にですね、火薬の入った矢を飛ばす武器を今立てているようです。棒冷ややめ、棒冷ややめ、棒冷や引け。本大将の命が引け。おっと、急に作戦が変わったようです。本大将、棒冷やおやめになるんで。そうじゃ、おしゅうござりますな。あれは大概をはたいて手に入れた新兵器でございますぞ。当たるんじゃないか。当たるんじゃないか、なんということを伝えます。この爺が今までそのような変なものを買い込んだことはございますか。あれは一発撃つと相手が大火事になるんで、まあ使わなかった。よし、本大将、いかに音を立てずにできるだけ近づけ、印字を払ってやりを言えよ。よし、絶対前へ押し出そう。前へ押し出せ。霧の中、音を立てずにひっそりと進むという作戦を選んだようです。印字隊、前へやれ。今から印字というですね、石や鉄でできた武器を投げます。これは鉄砲あるいは弓に続く殺傷力があった兵器だと当時言われています。本大将、何やら様子がおかしゅうございます。あのタコも仕掛けがあるような気がしてなりません。まずは抜刀で切り込みたいと思います。敵がいるにしてはあまりに静かで様子がおかしいと黒の伊達軍は気づいたようです。抜刀衆、構えられ。おっと、切り込め。伊達軍より薬丸次元流の板西さんが赤の真田軍に切り込みます。おっと、後ろから真田軍の兵士が出てきました。数少ないですが真田軍の兵士です。行け、はよ引け。やりたい構え、武将隊構え、総攻撃したけど敵は少ないのか。伊達軍は一気に総攻撃となります。しかし敵は全部かかったようです。本体が見えません。真田軍の本体が見えません。右の隊見えない状況です。右に敵、右に乗り入れ、右に敵、右に入れ、陣
てる。本当に吹いてる。向こうも。あ、そうなんだ。ルケータ、おっくなるぞ。あ、一対一向こうでやってるんだ。一気にどこまで来てるかのう。わはい、敵の脇がちらを飛ばしましたが勝負がつきません。ここらで一騎打ちとしてはどうか。真田、誰の体に男がおらんのか。おお、大きな体をしておるの。お主はまさか真田竜勇士の一人、三好正解豚乳道ではないだろうな。さあ、ここで一騎打ちが始まるようです。まずは槍対槍の戦いのようです。誰も手を出すな。こうした一騎打ちの際はですね、周りの侍たちは手を出さずにお互いの戦況を見守るという形を取ったようです。この勝負もですね、実際真剣にやっておりまして、倒された場合はしゃがむというルールになっています。おお、来た。あ、おくぐった。はい、真田軍の兵士が見事担当で切られてしまいました。弱いな。ああ、見事。何をしておるんだ。あなたは大したことがないの。お互いのお父さんはおらんの。さあ、もう一戦ほどあるようですね。お二人とも武術を20年以上やられたベテランばかりのようですね。真剣勝負をご覧ください。慎重な攻めですね。微妙な間合いを図っています。かなり今刺さったようですね。はい、今回は真田軍が勝ったようです。はい、皆さん拍手をお送りください。はい、一騎打ちでも勝負つかず、ここでもう一度決戦となるようです。頑張って。本体止まるよ。押し返せ。さあ、全員での戦いです。この日のために皆さんずっとこの槍術を学んでまいりました。はい、当たった人はちゃんと倒れてくださいね。ルールですよ。当たっても戦い続けないでくださいね。ずっと走っていくようです。どこへ
伝令が到着すると太鼓が鳴ります。そうすると伊達軍の勝利となります。まだ太鼓は聞こえません。おっと、伊達軍の伝令が本陣に届いたようです。これで戦況をですね報告できましたので、この試合は伊達軍の勝ちとなります。実際の勝負はですね、真田軍が勝ったんですけれども、今日は全く違った形になってしまいました。失礼しました。あの判定に誤りがございました。真田軍がですね、伊達軍の伝令を倒しましたので、この勝負は真田軍の勝ちとなります。はい、では今日達成を繰り広げてくれた皆さんに、ありがとうございました。ではですね、実際に達成を繰り広げてくださった、何人かの皆さんにお話を伺いましょう。いかがでしょうか。歯から血が出てませんか。失礼しました。この血はどうした際にこれ出てしまったんですか。事前練習の時にやられてしまいました。だそうです。皆さん本気でやってますね。そしてですね、伊達軍の側から大将の稲葉さんいらっしゃいますでしょうか。ちょっとお疲れの様子ですが。疲れました。どうでしょうか、今日の発声は。今大将お疲れのようで、はい、本当にね、戦ったんです。私自身やはり打たれて自信しました。はい、大阪城下中隊の河合さんですが、今後の活動等についてお聞かせいただけますでしょうか。はい、大阪城下中隊の川合ですけども、この活動は図面ありまして、日頃勝ちたいからね、結構いろいろとね、足をかかってるもんで、今日ぐらいは狙いつこうかなと思います。狙いありましてね、さらだらけにさせられますけども、いやー強いです。勝てませんでしたね。もう一度チャレンジして、来年には大阪城に絶対勝てるようにいきたいと思います。またこの活動、来年はね、目標500人対500人、1000人の活動をね、予定しております。世界中から人たちが今回活動に、ね、参加していただきまして、この活動に全部を覆い尽くし、当時の同僚に関して、再現した状態を来年やりたいと思いますので、一つよろしくお願いします。はい、ちょっと今日はね、ぐだぐだになっちゃったこともあるんですけども、皆さん真剣な勝負を繰り広げてきました。はい、今日はどうもありがとうございました。お楽しみに。